今日はですね、三河中川屋さんの誕生日の特注の今日は三河中川屋さんで誕生日卵焼きのいただきました。昨日11月26日が誕生日で、社長から誕生日の今三河中川屋さんは誕生日の週限定で1週間のその自分の誕生日のある週に三河中川屋さんのフェイスブックを、いいね、そしてダーカ、チェックインをするとですね、卵焼きと見えるかな、このね、誕生日川柳カーラーの、卵焼きとエビフライとカキフライを、プレゼントされます。こういう感じですね。誕生日の方は身分証を持って来ていただいて、店員さんに一言声をかけていただければ、こういう感じで買わせていただきます。で、こちらがですね、メイズの、梅の梅粉、あ、美味しいです。うわ、美味しそう。では、いただいていきます。いただきます。それでは、いただきたいと思います。まずは原味ツディーツ。外はパリパリで中はねっとりしてて、しっとりしてて、めっちゃこれ美味しいです。で、2回目の食べ方が、わさびと、わさびじゃなくてネギと梅を入れて、すごいさっぱりした味で、めっちゃ美味しいな、これ。ネギと梅と白焼きの、バイスサオの白醤油で焼いて、これ珍しい食べ方だそうです。めっちゃ美味しいな、これ。最後の食べ方が三通の食べ方。こういう感じですね。美味しい。最後の三通の食べ方が一番好きです。梅昆布茶と白醤油の白焼きが本当にマッチしてて、あとこのネギがとてもいい香りを出してて、海苔と梅とすごく合います。美味しい。それではカキフライとエビフライいただきます。
作で。これお酒飲みたくなるやつですね。いくらやった振りです。すごい断面見てください。断面めっちゃ綺麗。これが社長の黄色い輪切りなのね。もうあのうなぎの神様と言われている中川さんがうなぎだけではなく実は卵焼きの神様でもあるということで、どう見ても和牛ですね。脂肪本当るでしょ。はい、めっちゃ美味しそう。やばい。誕生日でこんなにサービス受けれるお店なんて本当ないですよ、台湾で。うん、この前火鍋屋さんに行った時も特に何もないですって言われて。これ絶対美味しいよ、だし巻き卵。だしがプルプルしてる。プルプルしてますよ、プルプル。うまっ、うまっ、美味しい。皆さんぜひ、皆さんぜひ誕生日の時に三河中川屋さんにいらっしゃってください。誕生日の限定なので、皆さん、乾杯だよ。バイバイ。いや、美味しいですね。本当に美味しいな。最近、かば焼きももちろん大好きなんですけど、白焼きにハマってます。あ、美味しい。梅、合うだろ。梅、めっちゃ合いますね。日本ではなかなか食べられないんですよ。日本ってさ、要は梅となんかさ、うなぎは合わない、組み合わせが悪いっていうじゃん、うん、だけど、実は言うとさ、青梅、なるほど。青梅とうなぎは、まあ、青梅自体がさ、うん、どっちに何を食っても青梅自体が出発するからね。なるほど。だからさ、まあ、なんか日本人だよね、梅とうなぎは組み合わせ悪いって言うけど、実は白焼きと梅は合う。合いますね、合います。超特大余裕でいける気がします。いや、だからもうあれもさ、あの昆布の日本産の昆布と梅のやつを合わせて出汁作ってるから、梅昆布茶本当美味しいですね。わさびとこのわさびじゃないよ、この梅とタレとの相性最高です。デリュー梅だからわさびじゃ合わなくてデリュー梅にしたんだよ。なるほど、めっちゃ美味しいです。 Yeah, bye-bye.